さあ今回も始まりましたガッキーの勝手に10本勝負。さあ今回ですね、ロータリーパワーステーション彦島店に来てるわけなんですけれども、結構このホールで10本勝負の収録結構させてもらってまして、だいぶねホールの状況というか癖というかね見えてきました。で、まあ僕の中で分かったこと一つ、ジャグラーがいい、素晴らしいです。でこれ結構どのホールにも言えることかもしれないんですけれども、かなり力入ってますんでね、今日は、まあ、ただジャグラーで終わるっていうのもどうかと思うんで、ジャグラーからのわらしべ長者作戦、もうこの作戦でね立ち回っていきたいと思います。まずはジャグラーからスタート、そしてソンデ玉を持って ART とかね AT 機に行ってどうなるかというところをお見せしたいです。では早速今回の10本勝負行ってみましょう。はい、ということでオープニングでも言った通りね、ジャグラーガールズこちらから攻めたいと思います。やっぱりあるんですよ、ただいま1940ゲームビッグ6のレギュラー8回、レギュラーで見ると今242分の1ぐらい、ビッグだと320分の1ぐらいでしたかね、まあ、やっぱりね悪くないと思うんですよね。こういう台は非常に多いこのホール。で理想は、5本以内に引くと、でちょっと連チャンさせてメダルを増やす、この後にね今日は何ですかね、まあその時の状況にもよりますけれども、 ART もしくは AT にたどり着きたい、そう思うわけですよね。1本目は何事もなく終わりました。374ゲームですね。ただ2本目に突入していきます。結構回ってるんじゃないですか。あれ開始ゲームが348から今433、これが、2本でここまで来たということになりますね。めっちゃ回る。じゃあ3本目に、かなり回ってるんでね、来い、大チャンス。いやーダメっぽい、ダメだ。ああいうちょっとした楽しみがあるんですよ、ダブルで引き込んだ時は外れろみたいな。ちなみに右に7だけ顔出してる状態でチェリーが揃った場合テカっちゃいます。これが4本目です。465ゲーム、ここまで回ってますね。作戦はわらしべですから当てときたいんですけれども、4本目終了、やばいな、この感じやばいな。さあ自分で言ってた理想の展開までは、理想目安まではこの1本までなんで、ここは当てれるように頑張っていきたいと思います。ペカレッペカッ、やばい、もう500ゲーム超えた。はっ、ただいま525ゲーム、500円の消費税みたいなゲーム数ですけど、どうしようかな、ちょっと一回悩ませてください。半分で5本使ったんで確率もちょっと悪くなっちゃうのね、これじゃちょっと悩みます。
とですね、ホール内見渡してきました。僕が打ちたかった鬼の城、満台です。先に行くのが良かったかもしれないですけどね。で、この一島線ってジャグラーの台数が非常に多いんですよ。で、他の台がそれの若干少ないんで、で、音の需要でね、打てる機種、打てない機種があったりします。ということで、もうちょっと台が空くまで様子見たい。そしてこの台は悪くなさそうなんで、禁断の6本目ジャグラーガールズで行かせていただきます。もう、6本目が終了しました。557ゲームですよ。やーべやーべやーべ、残り3本。もう今600ゲーム超えたんでね、601ゲームいます。さあ、ここから何をするか、ここから何をするかですね。まずはコインを全て投入口にイン、そしてレバーまでは普通。こっから必殺の親父打ちです。これの良さ、いいところ、これね、まあ、完全にオカルト的な話になっちゃうんですけど、いいところはもう無心で打てるというところです。その反面、悪い部分、子役をかなり取りこぼします。でもいいんです、ペカればいいんです。たまに生当たりもしちゃいますね、これ。やけにはなってません。これでも真面目に打ってます。624ゲームまで回って9本目。いやー、このまま終わるのはきついよ。最初の時点でも2000ゲームぐらい回ってましたからね、当たってもいいと思うんですけど。ただ単にジャグラーに10本入れて終わった男になっちゃうじゃないですか、これじゃ。おうおうおう、来た来た、必殺の親父打ち。9本目にしてやっと来ました。さあ、どっちでしょう。でも当たってよかったな。よし、あー気持ちいい。もうこれで6本戻ってきたことになりますからね。いいのいいの、これでいいんですよ。よかった、でも罰ゲーム回避ですね。本当は救われた。まあ、ハマっちゃいましたけれども、6本分返ってきて、さらにまだ1本ある、7本あります。増やせなかったけど、まだ待ちましょうか。ちょっと待ちましょうか。結構ジャグラって連チャンするように言われてたりもするんでね。意外とやっぱね、ほらおし増えた。これで増えたぞ。来てか、いい台じゃないですか。このジャグラー調子いいんで、まあ、やめるにしてもう100回では回します。今約60ゲームなんですけどね、あと40ゲームぐらい回してみます。よし、ほらほら、そうなん、こういうことなんですよ。どうしよう、見た、今、聞きました。
音取れましたかね。第2停止でバスっていう音が出ましたんでね、これはどうも嬉しいな。これはい、消化し終えました。まあだいぶいいジャグラーになっちゃいましたね。ということでまたこの今なんかジャグラー特有のなんとなくこう連チャン中みたいな感じなんで、このまま100回転まではとりあえず回そうと、この後はちょっと展開次第で変えていこうかなと思いますけど、おいやーもうね本当いい。てかやっぱ僕と先ペカが非常に多いですね。67ゲームビッグだったら申し分ない。いや完璧だ完璧だ。これあいたんすかね。おーほらほらすごいわ本当にびっくりするって。17ゲームまたまたペカっちゃった。おーレギュラーついてきますね。これ多分掴んだな。ただいま245分の1ビッグ10、レギュラー10までになりました。もう100を超えた時点でやめましょうか。それでいいかもしれないですね。なんか連チャンしちゃってるんで、これが止まったらやめましょう。うん、ラスト。これで最後のゲームにしようかと。結構ね出たんですよ。まあまあ本当に数字だけ言ったら設定6の台になっちゃったんですけど、このぐらいありますんで、まあもう10本じゃなくなっちゃうんですけど、これを持って ART 機に移動したいと思います。じゃあ時間マジっすか。いやでも ART 行くって言っちゃったんで、え、あと何分あるんですか。ない。はい、ということで実践の方終了いたしました。本日ですね、立ち回りのテーマはわらしべというところで、ジャグラーから攻めまして、ジャグラーで、ね、しっかりいい台見つけて出せたんですよ。そしてART 機行こうとしたんですけど、すいません、ほんとすいません、すっかり忘れてました。次の収録があってですね、時間的にちょっともう NG だということでしたが、まあ、ジャグラーで約1000枚、まあ、980枚のコインを獲得できましたんでね、まあ、10本勝負的には良かったかなと。久々の1000枚ぐらいのね、出玉を出せたんで、いいんじゃないでしょうかね。まあ、本当はここからね、ART 攻めてその様子もお見せしたかったんですけど、まあぜひそれはね次回ということで、今回はねジャグラーで楽しんで出したという10本勝負となりました。まあ安定した10本勝負、これからもねいろんな10本を見せていきたいと思います。ぜひ次回もお楽しみに。本日はここまでです。さよなら。ついにパチンコプレイガイドがウェブに集結。パチプレ TV からオリジナル動画、もちろんプレイガイドエンジェルスの限定動画も見せちゃいます。ぜひご覧あれ。